イグナシオ・コモンフォルト・ホセイグナシオ・グレゴリオ・コモンフォルトで、ロスリオスは、メキシコの政治家、自由主義派の政治家で、レフォルマの幕を開けた。コモンフォルトは1812年に、フランス人の両親の下で、プエブラに生まれ、ニコラス・ブラボの下で、米国戦争に参加し、戦後は、アカプルコの税関長の座に就いた。1855年、サンターナの暴政に対し、 南部の自由主義派領州であるフアン・アルバレスがアユトラ公領を発表して決起した際にはコモンフォルトも賛同しサンタアナを破って首都メキシコシティへ外戦した。アルバレスは大統領に就任したもののすぐに引退し改革の実務は1855年12月11日に大統領の座を譲られたコモンフォルトが行うこととなった。 コモンフォルトのもとには副大統領ベニート・フアレスやメルチョール・オカンポ、経済学者ミゲル・レルド・デ・テハーダなど自由主義派の早々たる人材が揃い、そのもとでコモンフォルトは改革を実行していった。そして1857年2月には自由主義的な1857年憲法が制定された。しかし一連の自由主義的改革にはカトリック教会が強く反発し、 保守派の政治家もそれに乗じて巻き返しを図った。1857年12月17日、保守派の将軍フェリックス・マリア・スロアガガフアレスなどを人質に取り、改革の撤回を迫った。これは、タクバーヤの陰謀と呼ばれる。コモンフォルトは春春の末に改革撤回を承諾し、保守派に倶えした。これに反対する改革派はフアレスをリーダーとして、 反乱を起こし、この反乱は、デフォルマ戦争と呼ばれる内戦に発展した。1858年1月21日、スロアガはコモンフォルトを辞任に追い込んだ。コモンフォルトはアメリカに亡命した後、フランスがメキシコ帝国の建設を企てると、その阻止のため、再びメキシコに向かって軍を率いて戦ったものの、1863年11月13日には、 盗賊に襲われ、殺害された。物語メキシコの歴史 P132、中央公論新社音楽騎士郎2008年2月25日発行。メキシコを知るための60章、P237 赤子書店に吉田栄人、編長2005年2月25日発行。ありがとうございます。